おっつ、あっ、でたまです。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、ちょっと遅くなってしまって申し訳ございません。ちょっと今日っすね、今日はですね、ちょっと企画をちょっと考えてきてまして、その企画なんですけど、まあドッキリ企画ということで、今回はいつもは千野さんが仕掛けられる側なんですけど、今回は千野さんに仕掛けてもらおうと思ってます。まあ仕掛けるやつはピーちゃんに考えてんだけど、なんか僕がそのなんか司令塔みたいな感じで、なんか今このタイミングなんか何々言ってとか、なんかこういうことしてとかっていう、そのなんか指示を出すんで、それに、なんか従って、なんかその、ピーちゃんを、なんかドッキリを仕掛けていこうかなっていう。はい、じゃあすいません、じゃあ一旦また後でお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。2人だから、マロさんは置いといて何か作りますか。ピーちゃんとだった柿の種、じゃあちょっとなんか甘える感じでいきますか。えなんか全体的にピーちゃんにちょっと甘える感じで、ここに置いて、ピーちゃん多分いろいろリードしてくれるんで、それに甘々な感じでいきましょう。だったら大変なので、中にこのお家の中に入れときましょう。ピーちゃん焼いといて一緒に押し出すの手伝ってください。ピーちゃん焼いといて、私やりながら物作るから、あー売れない。作るのは右クリックだよ。そんなの全然わかんないから、ピーちゃんだったらなんかないちょっとわがままな女の子、ちょっとめんどくさそうな女の子でお願いします。一回右クリックすると、なんもない。出てきた、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 これ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 ちょっと優しくいきますか。ちょっとわがまましすぎちゃってごめんねっつって。これですか。ピーちゃんいつもありがとうねっつって、ちょっと甘い感じで。ピーちゃんいつもありがとう。どういたしまして。わがままばっかり。わがまま。はい。でもあの青い剣が欲しかった。青い剣っていうのは剣のことですか。そう、剣欲しい。これそれ。ちょうだい、それちょうだい。これ僕大事なものなので、うん、これでもいいですか。いや、じゃがいも誰がいい。大事ね、やったー。早いかわい。ちょっとじゃあ急にIQ めっちゃ下がって IQ3 ぐらいでちょっとピーちゃんと会話してみてください。どういうごっこ。IQ3 ぐらいで。ピーちゃんこれで勝負しよう。戦っちゃうと僕が死ぬな。死ぬよピーちゃん。おりゃおりゃおりゃ。いや死ぬよ死ぬよ。ピーちゃんって普段から水浴びするんですかって。ピーちゃんってさ、普段から水浴びするの。普段からやっぱ水浴びをするとね、健康にいいって聞くからね。あ、私も結構近所の川とかでしますよって。おりゃ近所の川とか池とかで水浴び、マジで。僕はうちの水道水で頭からオッケーに水入れて、それを頭からかぶって、ガチな私生活で出ちゃいそうやからそれ。ラーと思ってしてるよ。木があるよ。一回なんかおままごとして、なんか乗った瞬間に、何やってんの、本当意味わかんないんだけどみたいなやつが欲しいんですけど、いけそうっすか。やってって犬と豚の。犬と豚。コラボレーション。コラボレーションっていう。もうすぐで飼い主が来ちゃうよ。いいの。あれ？何しとん？何しとん？
したい、したくない、何をしようとしてたの。本当に。え？本当にピーちゃんはエッチなんだから。のこと？ピーちゃんはエッチなんだから。記憶にない。隠さなくていいんだよ。豚がいたから。今は豚というマロさんもモコミちゃんもいないから全然隠さなくていいんだよって。本当に融合しろっていうことなのかと犬はそう思いました。そうなんですよね。やっぱりドスケベだな。今はマロさんもモコちゃんもいないから。うん。あ、いいの？いいんだね。出してこよう。うん、そうだな。それやばい。それやばい。牛？めっちゃ楽しくなってきて、なんか本当になんかピーちゃんめっちゃ優しいから、なんかちょっと気になるかもって。それはどうもありがとう。めっちゃ優しい。何？何笑ってんの？なんか面白いこともあったの？思い出し笑い？思い出し笑いをしてたのかい？ちょっと照れて、照れたの。多分もしもピーちゃんと。照れたの？かわいいね。何だろう、あとは何か言われるんだろうか、何か告白とかされるのかな。いや、なんか別に告白とかじゃないけど、本当になんかピーちゃん優しくて、あのね、なんだろうね、ちょっとなんか、なんだろうな、なんか、なんて表したらいいんだろう、この気持ちみたいな。まあ、土を掘りながらお話でも しましょうか。これを作りながら、なんか、ピーちゃんめっちゃ話しやすいから、なんか、相談とかいろいろ乗ってくれそう。相談、ね、犬の僕でよかったら何でもやっちゃってくださいよ。何ですか。もう犬じゃないのか。犬になりかけてて、もうなってたのかもしれない。普段でもこういう感じなんですか。もう犬なのかもしれない。いや、犬じゃねえわ。犬か、犬なのか、僕は犬なのか、違うよ。はい、犬になって喜ぶタイプ、そういう感じなの。そういうプレイですか。嫌だな。嫌なのかい。嫌なのかい。なんかもしもなんか家とか近かったりしたら、普通になんか奥でご飯とか行ったりしたいなーとか。直しました。シャピンちゃんさ、もしさ、はいはい、住まいが近かったらさ、うん、あれ、なにご飯とかさ、行きたい。住まいが近かったら。いや、でも住まい近くなくても、ピーちゃんとは一回行ってみたいなみたいな。なくても、なんかピーちゃんと一回なんか楽しそうだしみたいな。ご飯とか行ってみたい、楽しそうだし。ご飯、うん、喜んで、え、喜、え、行こうよ。どうぞ。イエーイ。乗るんか。ちのちゃんにお誘いされちゃった。嬉しい。僕はすごく嬉しい。嬉しいよ。いつ行くの、どこ行く、いつどこ行く、はい、どこ行こっかな。はいはいはい。あ、ピーちゃんいつ行くの。ちのちゃんちょっと待って、ピーちゃん、ピーちゃん、あれ、あ、マルさんどうも。あ、ごめん、ちょっと遅れて申し訳ないんだけど、何してたんですか。全部話聞いてました。じゃあ全部今、はい、なんか知能さんが今までなんか急になんかおかしなね、こととか言ってたと思うんですよ。それこそなんかご飯に行こうとかっていうの多分言ってたと思うんですけど。ご飯行くんですよね。行く、え、いや、ピーちゃん、ピーちゃんの、これ、これピーちゃん、ドッキリなんで、ちのさん、ちのさんしか見えないんで、ピーちゃん、これドッキリなんで、これ、あれなんですよね。いや、信じない。ちのさんしか、ピーちゃん、目を覚ましてください。これドッキリです。これドッキリなんで、ご飯とか、ないです。え、住まいが近かったら、一緒にどうですかって言われ、今、さっき言われたんだよ。いや、これピーちゃん、今回、ハニトラっていう題名のドッキリなんで、ないです。ほら、見てください、ちのさんが、うんうんうん。めっちゃおなついてる。